楽天がどうなるのか、今後ですね、その予想されるワーストシナリオについて、ちょっと今日はお話をしていこうかなというふうに思っております。日本郵政が保有する楽天株、取得価格が1140円ぐらいですかね、だったのがですね、今やですね、500円を切っておりますので、半額以下になるとですね、強制的に減損しなければいけないという会計上のルールがございまして、 え、まあこれに従うとですね、せ、な約1500億円出資したんですけれども、まあ,あの、郵便局での楽天モバイルの販売とかも結局、ほとんどの店舗で中止になってしまったりとか、他のその物流との連、物流での連携とかもあまりうまくいってないということがありまして、せっかく1500億も投資したのに、現存して750億お前、紙くずになったじゃねえかよ、みたいな話に、 なりかねない。まあ、しかもですね、えー、日本郵政の株主、日本政府がまだ株かなり持ってますんで、まあ、つまり、えー、国民の財産が既存したと。国民のお金を使って楽天という一民間企業に、まあ、投資をした上で、さらに大穴を開けてしまったということで、まあ、経営陣の責任問題だったりとか。 えそういったお話にもなりますし、国会でも追及されかねない野党なんかがですね、政府を叩くネタをずっと心待ちにしておりますので、そういう意味では、えー、楽天株減損というのはも、これ確実に来ますから、750億円が減損されます。日本郵政の、だから資産が750億円減った形に、会計上減った形になりますので、まあ、これは国会で追及されることは間違いないだろうなと思います。 そうなってくるとですね、何が起きるかというと、あの国会で楽天株が暴落したことについて責任追及って話になるとですね、楽天株を暴落したこと、これ多分 IT とか金融に詳しい人はもちろん知ってると思いますけれど、一般市民、楽天の株価がそんなに急落してること知りません。だって楽天市場とか楽天クレジットはちゃんと使えてますから、 えー、そんなことは当然みんな知らないし、楽天クレジットとか楽天市場事業は好調なんで、みんな楽天がやばいなんてもちろん知らないわけですよ。だけれども、これによって知ることになります。つまり、一般的に楽天の株がやばいと、えー。楽天グループ全体で見るとですね、非常に財務状況、自己資本比率もめちゃくちゃ下がっておりますし、やばいということをですね、国民全員が知ることになる。 国民全員が知ることになるということになるとですね、何がまずいかっていうと、楽天のユーザーさんですよね。楽天のユーザーさんの多くは普通の国民なわけです。そうすると、ま、彼らが真っ先に頭に浮かぶのは何か、楽天ポイントですよ。やばいやばい、楽天ポイント使、わなきゃ楽天なくなっちゃうかもしんないじゃんって思うのは、ま、普通の心理だと思うし、実際僕もそういうリスクは全然あると思います。 まあもちろん楽天市場事業自体をどっかが買う、どっかにバイアウトするってことはあると思いますけれども、まあそれをやったら本末転倒じゃねえかと。モバイルのために楽天市場売るのか、アホかって話になるわけで、楽天グループごともろともポイントも吹っ飛んでしまう可能性は全然あります。そこの部分、多分みんなあの気にすると思います。もちろんポイントは半分以上かななんか。 楽天ポイントがその対象かどうか分からないですけれども、分別勘定を一部しなければいけないことになっていたと思いますけれども、100%お金を積んでるかっていうとそうではない気がします。で、ちなみに一番なんか今気にしている人は楽天、俺楽天証券使ってんだけど大丈夫とかっていう人いましたけど、それは大丈夫です。えー、証券は分別保管されてるので、顧客資産は一切では付けておりませんので、 それは楽天が破綻しようが楽天証券が破綻しようが大丈夫です。だけれどもそういった区別は一般市民の方々つきませんので、楽天、モバイルでやばい会社潰れるかもみたいな話になったらみんなポイントを使いまくって、楽天ポイントが激減すると。残高が激減してしまうと。で、キャッシュが厳しくなってくると。 で、次に何が起こるかっていうと、今度は店舗が怖がるわけですね。次は楽天クレジットの問題が出てきます。えー、楽天クレジット皆さんご存知の通り、あの、カード端末で、い,いろんな飲食店で、あのー、 ね、あの、手で持ったモバイル端末として楽天クレジットの端末使われてると思いますけれども、楽天クレジットで金を借りてる側はいいんだけど、金を貸してる側ですね。つまり、店舗が楽天クレジットが代行で、えー、回収をしたやつをその翌月とかにこう振り込むわけですけれども、これがもしかしたら楽天クレジットもやばいかもしれないってなって、楽天クレジットやめようと。かペイかイとか QR コード決済にしようとか、そっちにどんどん決済を移していこうなんていう動きは、 まあこれかなり出てくるんじゃないかなと。ここでも業績が良くな,くなってしまうと。つまり楽天市場事業も楽天クレジット事業もちょっともろとも影響を受けてしまうと。ただ一番最悪のシナリオは次は、楽天の全体の信用が失われるということで、楽天銀行とかの信用も失われてしまう可能性があって、さらにインフレっていう問題が起きる可能性が高いです。え日本は、 諸外国に比べるとインフレ起きてない方ですけれども、全然物価もね、上がってない方ですが、それでもやっぱり物価上がっております。だからやっぱりどうやってもインフレ基調にはなってきてると。で、アメリカみたいなことになると今度はアメリカね、超絶なインフレが起きたわけです。まあ超絶ってまあ7、8%とかそんなもんですけど、そうすると長期金利が上がります。で、長期金利が上がると債券価格が下がるわけですね。 つまり、米国債とかを持ってると、利回りをね。要は、だから、債券の価格が下がって、一時的に下がってしまうという形になってきます。そうなってくると、やばいのが銀行なんですよね。で銀行は、どういうことをしてるかっていうと、 え、普通預金をもらって、債券とか、そういった、まあ、日本国債とか、そういったもので、大部分運用していて、もちろん国内株式、外国株式、その他、え、金融資産を持ってはいるんですけれども、それのスプレッドで金を稼いでるわけですね。え、シリコンバレーバンクが破綻したの、皆さんご存知だと思いますけれども、これはなんで破綻したかというと、 要は、米国債とかで、シリコンバレーバンクは、そのシリコンバレーの IT 企業の預金とかを預かって、で、それをハイパフォーマンスな米国債とかで運用してたわけですけれども、債券価格が暴落したことによって、そのスプレッドが取れなくなってしまうというか、逆債になってしまうんじゃないかっていうことが、この今ね、ネットバンクの怖いところっていうのは、その、 取り付け騒ぎが起きやすい。そのネットバンクじゃないと、その支店とかに行って、こう通知を持ってお金引き出そうみたいな動きがあったとしても、一瞬で何千億とかっていう預金が引き出されることはないわけですけれども、今全部企業だろうが個人だろうが全部ネットバンクでパソコンでやれるんで、スマホでもやれるんで、みんなもうシリコンバレーバンクやばいらしいよっつったらみんなドワーってお金を引き出して、本当に取り付け騒ぎが起きちゃったわけですね。 銀行って常に預金をもらっ、預かった分をそのまま現金で保有してるわけではなくて、ほとんど資産、別のその債券とか株式とかにして運用してるわけで、お金引き出したいって言ったら売らなきゃいけないんだけど、売るのが追っつかなくてお金返せなくなって破綻するわけです現預金がなくなっちゃって破綻するんだけど、これね、楽天銀行に起きる可能性があるんです。ネットバンクなんでね。同じようなことが起きてる。 日本でこれからハイパーインフレじゃないけれども、米国並みのことが起きない可能性、起きる可能性っては十分あるわけで、そこに楽天の信用不安がぶつかると楽天銀行、やばいんじゃないのってなって、預金がドゥアーって引き落とされるっていう状況が、 ま、想像される。だから、そうなるともう1000万円以上、あの、要は楽天に預けてる、楽天銀行に預けてる1000万円以上の預金というのは保証されません。そういう最悪のケースが起きてしまう可能性はあるのかなと。だ一番ベターなシナリオは先日言った、あの、アマゾンに買収されることを、次に三木谷さんが取る方法っていうのはもうモバイルをやめると。で、モバイルやめると多分数千億円以上のモバイルの基地局とかの資産がゼロになるんで、 そうすると、もう債務超過になってしまう可能性すら出てくる。で、それを回避するために、フレッシュマネーでの増資をしなきゃいけないんだけれども、モバイルの撤退費用とかを変ええー、と、勘案すると、おそらく、余裕で1兆超える。下手すると2兆円ぐらいかかっちゃうかもしれない。つまり、1兆円以上のフレッシュマネーを入れる会社じゃない、入れられる会社じゃないと、楽天、まあ、それで、まあ、その時の株価がいくらになってるかわかりませんけれども、 まあ経営権は持ってかれるでしょうと。えー、そういう会社がじゃあどこにあるのかと。アマゾン以外でどこが出すんだと。これ通信キャリアが出すって話になっちゃうと、3キャリア体制が4キャリアになるまあもうモバイルなくなるからまあ関係ねえのかって話はありますけれども、1兆円以上のフレッシュマネー現金をポンって出せる会社ってどこがありますかって話なんですよ。